脊髄性筋縮症とは、脊髄の全角細胞と脳幹の運動ニューロンの変性による筋萎縮と進行性の筋力低下を特徴とする常染色体劣性遺伝の形式の遺伝子疾患である。小児期、特に乳幼児発症の SMA の多くは、SMA 遺伝子の変異を示す SMA であり、成人発症例や国際 SMA 協会報告の除外項目を含む場合は、 SMA の遺伝子以外が原因であることが多い。運動ニューロン病の一つである。発症率は、出生10万人あたり8.5から10.3人で、乳児の死亡で最多の遺伝的病院の一つであり、小児の筋力低下の主な原因疾患である。日本では10万人あたり1の2人の割合で、発症する。SMA 発症には、 複数の遺伝的病院が存在するが、約95%以上の患者では、SMN1 遺伝子の機能喪失を引き起こす突然、変異が存在する。この突然変異によって、SMN タンパク質の発現量が低下し、運動ニューロンの細胞子を引き起こすことで、体幹や四肢の筋力低下や筋萎縮が進行する。遺伝様式は、常染色体性劣性遺伝であり、父親、 母親とも SMN 遺伝子が変異を示している場合のみ、子も発症する。父親、または母親のどちらか、一方だけが変異を有している場合、その子は発症しないが、保因者となる。保因者同士の子は1、4の確率で発症する。小児期発症 SMA である I 型、2型、3型の一部の原因遺伝子は、SMN1 遺伝子であり、 5番染色体長腕を93に存在し、同領域に後半性に重複した配列の SMN2 電子も存在する。SMN1 電子はフルレングスの SMN タンパク質の合成に関わる。SMN2 電子は SMA1 のパラロガス遺伝子である。SMN1 電子との違いは5塩基だけであるが、エクソン7の6位のヌクレオチドが C から T に、 変異しているためエクソン7のスプライシングが起こるため90%が非機能性の SMN タンパク質となり10%が機能性の SMN タンパク質となる。SMA 発症の原因は SMN1 遺伝子のホモ接合性血質が多い。SMN2 遺伝子はコピー数にばらつきがありコピー数が多いほど症状が軽減される。SMN1 遺伝子の下流には 内部遺伝子が存在する。内部遺伝子はアポトーシスに関与すると考えられている。症状は体幹、死肢の筋異部有意の筋の脱力、筋萎縮である。国際 SMA 協会の分類では、発症年齢、臨床所見に基づき、I 型、2型、3型、4型に分類される。I 型、2型、3型の大部分、及び4型の一部で、 smn 遺伝子変異が認められる。筋力低下が重症で、全身性である。妊娠中の体動が弱い例も存在する。発症は、生後6ヶ月までである。発症後、運動発達は停止し、体幹を動かすこともできず、筋緊張低下のために、体が柔らかいフロッピーインファントの状態を呈する。六幹部に対して、大角膜の筋力が維持されているため、 吸気時に胸部が関応するキー呼吸を示す。支えなしに座ることができず、哺乳困難、咽化困難、誤咽、呼吸不全を伴う。舌の線板バ場連縮が認められる。深部腱反射は消失し、上司は抹消神経障害によって、手の尺足変異と垂れてが認められる。人工呼吸管理を行わない場合、死亡年齢は平均6から9ヶ月であり、 24ヶ月までに、ほぼ全例が死亡する。発症は一歳6ヶ月までである。支えなしの起立や歩行ができないが、在保持が可能である。下の線板バレンシク、種子の新線が見られる。検反者は減弱または消失する。次第に側腕が著名になる。通型のうち、重篤な例は呼吸器感染症を伴って、呼吸不全を示すことがある。 発症は1歳6ヶ月以降である。自立歩行を獲得するが次第に転びやすくなる。進行すると歩けない、立てないといった症状になる。後に上司の居場も困難になる。即腕症を伴うようになる。20歳以降の発症である。小児期や思春期に筋力低下を示す3型の症には即腕を示すが、成人発症の4型は即腕は生じない。 重症度は多様である。方型は、筋萎縮性即作効果症との関連が議論される。臨床的に筋萎縮性即作効果症と診断されている症例において、上位運動ニューロン兆候を伴わない例は、SMA 方型の可能性がある。根本的な治療法は確立しておらず、塩化障害への経管栄養や医療、呼吸不全に対する人工呼吸器、関節拘縮、 筋力低下緩和に向けてのリハビリテーションなどの対象療法が行われている。運動ニューロンの消失に対する治療法から SMN 転写産物量を増やす目的のヒストン脱アセチル化酵素阻害薬、ラクサンナトリウム、フェニルラクサン、バルプロ酸などが検討されている。2017年7月3日、製薬会社バイオジェンジャパンは初の治療薬スピンラザについて 厚生労働省は製造販売を承認したと発表した。国際共同知験では約4割の患者で症状の改善が見られ、米国や EU では先行承認されていた。ヌシネルセンは SMN2 遺伝子のエクソン7のスプライシングを調節して SMN タンパク質の翻訳量を増加させる。エクソンインクルージョン法の拡散医薬の一つである。SMN1 遺伝子には 同一アミノ酸配列をコードする、相同遺伝子として、SMN2 遺伝子が存在する。両遺伝子間には11塩基の相違があるが、この違いにより SMN2 遺伝子では、SMN1 遺伝子と異なるスプライシングが起きるため、SMN2 遺伝子から算出される、SMN タンパク質のほとんどは、不安定な不完全腸のタンパク質となる。そのため、SMA 患者において、 SMN2 遺伝子から完全腸転写物の産出量を増加させられれば、不足している完全腸の SMN タンパク質の量を補うことができると考えられていた。ヌシェネルセンは SMN2 メッセンジャー RNA、セングダイエクソン7近傍に位置するイントロン7の特定部位と結合する。ヌシェネルセン非存在化では、選択的スプライシングを制御するヘテロ核。 リボヌクレオタンパク質が、メッセンジャー RNA 線具体上に結合しており、エクソン7がスキップされることで、不完全調の SMN タンパク質が算出される。一方、ヌシネル線の存在下では、HNRNP のメッセンジャー RNA 線具体上への結合が阻害されるためエクソン7の、含有が促進され、最終的に完全調の SMN タンパク質、 酸質量が増加する。ヌシネルセンと同様のスプライシング制御を行う低分子加工ものも開発されており、実用化されれば、経口薬で治療可能になる可能性もある。オナセムの人員アベパルポベックは遺伝子治療薬であり、一回の投与で障害効果が続くと考えられている。かつては、脊髄性進行性筋縮小という疾患概念があった。 ありがとうございます。